チャレンジカップ準々決勝、福岡ソフトバンクホークス対、ここで打席には城島が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しインサイド落ちました。バッターボックスには内川が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよ。いい当たり掴んで2アウト、2アウトランナー2塁となりました。打席には6番バッター松山、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。低めはこれは入っていました。2ボール2ストライクです。よく見ています。3ボール2ストライクです。バットに当たりません。三振。今日は見事な完封で白星を